さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。エースのシャックです。皆さん元気だといいな。今日はですね、新しい米津玄師の教訓、リアクション動画してみたいです。今回はなんか毎日っていう教訓ですね。でもさ、なんかみんな日本人の日本人のハーフの宮地っていうラッパー、知ってるかどうかわかんないですけど、宮地は、宮地の一番有名な曲は、毎日出ます。そして、宮地ってこと、そのタイトルはちょっと、問題になります。でもわかんない。でもさ、なんか、米津玄師さんは、今年は、今回は、なんか初めて新しい曲聞こえるね。米津玄師の新しい曲と思います。すごいね。ちょっと、強いに、働くないと思います。ですね。なんか、一番有名な、アーティストだったら、なんか、もう、すごいに働いてた。だから、今、なんか、ゆっくり、曲、作っていいと思います。はい。でも、見て、聞いて、楽しみですから、一緒に見ましょうね。でもその前、みんな、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いします。ブーム。米津玄師。うわ、本当に毎日。早い。うわー。聞きやすい声、その声が。思い出したー。やっぱり米津玄師の声でしょ。なんか毎日米津さんの声聞こえるじゃん。マジで日本のマイケル・ジャクソンでしょ。何の車ですか？ランボギニか。いいな、車、素敵な車だ。えいえい。あで、なんか、あでも、なんか、米津さんの曲の歌詞も、歌詞でしょ、リリックス。なんか、その意味は、いいよ、なんか、ちゃんと、注意したら、なんか、私、もちろん、リアクションするだから、なんか、ちゃんとできないですけど、まだ、読みながら、なんかいいね、考えてるよ。ジェネズさんの動画がいつもビーチ冷たいです。ビーチ冷たいな、変なですけど、面白いと思います。うわ、やばやばやばい。人口高い。もう一回。あ、ラブラブ曲ですか？たたたた。ああ、米津玄師の曲入りたいじゃん。入りたいよ。いつか入りたい。もし、もし米津さんの動画入ってる。めっちゃ幸せだ。曜日か曜日。お？なんで怒る？毎日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 。わあ、米津のライブは最高イメージあるよ。なんかみんな歌うとか、一緒に歌うとか。わ、何これ。
何これ、まるでなんかダウンタウンの番組、なったみたいな、変な。あー、いいじゃん、いいじゃん。米津玄師っぽいね、その曲、その動画。米津さんの動画が、なんか動画だけ最高ですけど、なんか動画と、曲もなんか一緒に、見たら、美術になれます。本当に。本当じゃん。なんか私は、友達に、友達に、勧めしたら、なんか、動画も見てほうがいいって、言ってます。はい。なんか、曲がいいですけど、いつも、なんか、美術館みたいな、なんか映画館、映画、あ、美術みたいな映画みたいな、曲、あ、動画も、あるから、勧めは、動画も見てほうがいいです。すごいじゃん、米津玄師さん。いいよ。次の、曲も、楽しみです。はい。でも、みんな、なんと思いますか？毎日ってこと、曲、コメント欄で、教えてください。はい。でもさ、LIKE ボタン押して、チャンネル登録しながら、チャンネル登録よろしくお願いします。でも、俺は、エスタシャッケです。キムはプレイズです。見て、ありがとう。じゃあ。